こんばんは、マサトです。暑いです、食べ過ぎたらおやつの時間となりました。ちょっと今日は昨日から夕食後のちょっとデザートになりましたけど、ちょっともうバナナはちょっと量が多いのですのやめてますけど、今日はこのココアですね、ココアと、じゃあおやつを感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。9時半ですね、もうすぐ9時半、10時からユンタクライブですね。ちょっと食べ過ぎですね。今日はこの本パイとこのソフトサラダですかね、はい、ちょっと食べ過ぎですね。おやつをちょっと甘いのでさっき外、うつろうつろとしちゃったですね、はい。やっぱり食事前におやつより食後の後のおやつが量が減りますよね食事前はもうパクパクおやつが入りますけど、食後はもうご飯食べてますから、そんなにおやつは入りませんね、はい。残しておいてユンタクライブに食べましょうかね、もう、はい、今日はそういうパターンでおやつを食べながら、あ、はい、行きたいと思いますけど、うん、コーラを飲みながら、うん、時間はまだ9時半からちょっと15分ショート動画あげましょうか。ショート動画を朝あげたんですけど、明日の朝あげるのか夕あげるのかどっちか、半分少しあげたいと思いますけど何か収益が多分落ちてますね。20あったのか10何ぐらい落ちてますけど、ちょっと分かりませんけど、そんだけ、YouTube があの成績が悪いということでしょうね。まだ入りますね。まだこれまだ入りますね。それ食べて、最後まで食べて、4本。グルメだ。食べ過ぎたらおやつですね。うん。
うん、もう。はい、もう。一寝入りしたら15分頑張ってショート上げましょうかね。はい、マサトでした。マサトの食べ過ぎだなおやつでした。マサトのこの、YouTube 何やったかね、 YouTube、登録コメント、またいいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達も募集しています。次回の食べ過ぎだなおやつでお会いいたしましょう。マスターとした塩気です。パッションプジュシャロムシャロムシャロム。